はい、こんにちは、梅野です。本日は50ミリの単焦点で桜を撮りに来ております。はい、で今回は普段使っているニコン Z9 じゃなくて、以前僕がメイン機で使用していたニコン D750 を持ってきています。ちょっとまあ家にあってですね、懐かしい感じがしたし、最近使ってなかったので、今回はこの D750 と 50mm の単焦点レンズを使って桜を撮っていこうと思います。はい、まず1枚目ここから撮っていきたいと思います。この木の枝の枝のところにこうポツンと桜が出てますので、ここにピントを合わせて撮っていきます。で、配置はですね、画面の3分割の右上の交差点にこの桜を配置しまして、で画面の左下はこの木の枝でこう隠すような感じで撮っていきます。そうすることで画面の左下の方がこの黒い感じになりまして、で右上のピント合わせた桜の方は今半逆光で光が当たってますので綺麗なのと、で背景に桜と青空がありますので綺麗な背景で撮ることができます。それではここ撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。背景はボケさせつつ、桜の花をしっかりピント合わせたいので F 値はちょっと絞って 2.5 に設定しました。この場合でシャッタースピードは2000分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。画面の左下の方は木の枝で埋めまして、暗くしています。でピント合わせた右上の方は背景が青空と、で他の桜がありますので華やかな背景になってます。で構図はまあ3分割で、シンプルな構図になってますので、撮りたかったものを目立たせやすい写真になったんじゃないでしょうか。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきましょう。奥の方に高知城がありますので、高知城とで桜とでこのなんかぼんぼりみたいなやつと撮っていきたいと思います。でローアングルからカメラを構えまして、もう地面に置くようなぐらいローアングルに構えて、でこの手前の黒い地面を前ボケとして使っていきます。で使っていく構図は4分割構図になりまして、4分割の一番下のラインにこの黒い地面がラインで来るように設定しまして、で、右端と左端の交差点に高知城とここのぼんぼりを配置して撮っていきたいと思います。で手前のこう地面を暗いところを選ぶことで、目線がですね奥の方に行くようになるかと思いますので、ちょっとこれで撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前はボケさせつつ、奥の方の高知城とぼんぼりはピント合わせたいので F 値は4に設定しました。この場合でシャッタースピード320分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。ちょっとずれてますね。 ISO 感度100で OK です。で手前のこの地面の暗さっていうのを強調したかったので、露出値はマイナス 1.0 に設定しました。で速攻モードはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。4分割構図を使いまして、画面の一番下の横のラインのところにこの黒い地面のラインを配置しています。で画面の右上と左上の交差点付近に高知城とこのぼんぼりを配置して撮ってみました。最近この何て言うかな、前景っていうか広い景色を撮ってなかったんですけれども、まあまあそれなりにまとまって撮れたんじゃないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから写真撮っていきたいと思います。ポジション的には逆光になってまして、ここに上から垂れてきている桜の枝があるので、そのセンターのところにピントを合わせてローアングルから狙っていきます。そうすることでちょうどこの太陽も
入りまして、逆光で透けている桜の葉、花を撮ることができます。で今回使っていくレンズ、これ結構古いレンズになりますので、普通にこう何て言うかな、逆光で撮ってしまうとフレアとかゴーストとか出るんですけど、まあ、出てもいいんですけど、今回はちょっと汚い出方だったので、この保護フィルターを外してあげることでフレアとかゴーストを抑えることができますので、今回はこれを外して撮っていきます。で下から、ローアングルから縦構図で撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ピントをしっかり合わせていきたいので F 値は 3.2 に設定しました。で実際のところにカメラを向けると逆光なので4000分の1秒出てますので、 ISO 感度はまた動いてる100で OK です。でここは露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。4分割構造を使いまして、4分割の下のラインのところにピント合わせた桜を配置して、で日の丸構図のど真ん中のところに、太陽を配置して撮ってみました。で逆光で撮ったことで桜の花びらが光で透けて綺麗な感じに撮れたんじゃないでしょうか。で途中の背景の、松の木の間から入っている光は玉ぼけになってくれましたので、全体的に柔らかい雰囲気で撮ることができたと思います。それでは次撮っていきましょう。コーティジョンの北側のところに、滑り山やったかなっていうのがあって、そこにも桜がいっぱい咲いてたんで、そっちに向かって行ってたんですけど、ピクニックっていうかお花見されてる方がたくさんいまして、桜の木の下で、さすがにそこで撮るのはあれかなと思って帰ってきました。マイクがね、結構音拾いにくいんで、かなりね大声で喋って撮ってますんで、さすがにお花見の横ではいこんにちはとかやってたら怒られると思うんで、こっちの方にまた帰っていきました。で今日は50mm でも撮ると決めてたんで、望遠レンズを持ってきてないんですけど、そういう時に限ってね野鳥がいっぱいいるんですよね。でなんか聞いたことない鳴き声の野鳥もいるんで撮りたいんですけど、さすがに 50mm じゃ撮れないんで、また、高知城の上の方に戻って桜を撮っていきたいと思います。はい、今上がってきた途中なんですけど、なんか側溝っていうか、なんか穴の中に桜の花びらが詰まってましたので、ここをねハイアングルから撮っていきたいと思います。で光がまあこっちが明るくて、でこっちが暗くなってますので、あとのレタッチすることも考えて、光の向きを考えてこっちを明るくして、でこっちを暗くするようにこうハイアングルから撮っていきたいと思います。はい、カメラ設定していきます。でこの見せたいところだけにもピント合わせたいので、 F 値は開放の 1.8 に設定しました。でこの場合でシャッタースピード4000分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で日陰の感じをちょっと強く出したいので、露出値はマイナス 1.0 のハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ハイアングルから狙いまして、左側は明るく、で右側が暗く、日陰の感じを意識して撮ってみました。でちょっと暗めに撮るのと、もう一個穴がありまして、そっちの方は枯葉と、枯葉があんま混じってなくて綺麗なんですけれども、この枯葉が混じってくれていることで、散ってしまった花びらのなんか切ない感じというか哀愁感を出せるかなと思ったので、あえて汚いって言ったらですけど、汚い方を選んで撮ってみました。はい、最後はここから撮っていきましょう。こっち前のこれをちょっと前置きに若干使いまして、奥のここの桜をメインで撮っていきます。横構図の画面のこの右下のところからこの枝がピョッと出てきているような感じで撮りまして、で、これをこういう感じかな、前ボケに使ってこっちをピント合わせて撮っていきます。
で今お昼に近くなってきたので結構真上から光が当たってますので、ここのピント合わせる花びらは光が透けて綺麗に撮れるかと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値 1.8 とかで前ボケさせて撮りたかったんですけれども、D750 は4000分の1秒までしかシャッター数が対応してないので 1.8 にしてしまうと、ちょっと白飛びしてしまいますので F 値 2.8 まで絞って露出を抑えて撮っていきたいと思います。この場合で、これでも4000分の1秒出てるんですけど出てますので、シャッタースピード速いので ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。右側の方はちょっと前ボケを使いまして、で左下のところから桜の木の枝が出てきて、右上のところら辺に来ているような感じですね。お花の竹の方にピントを合わせて撮っています。光で透けて綺麗な白色が出ているのと、背景が本日青空なのでシンプルに綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。はい、本日はこの 50mm の単焦点レンズとニコンの D750 を使って桜を撮りに来ておりました。こっちは今が満開になってまして、で関東の方とかはちょっと、こっちより早かったですけれども、これからまたもうちょっとこの東北の方とかこれから咲いてくる地域の方もいらっしゃると思いますので、桜を撮りに行ってみてください。そしたら今日はもう大体撮りましたので、この辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。